こんちゃーす、ちはやだよ。マリオカート8パート9やっていきましょう。スタートダッシュ OK。さあ参りましょう。嘘、おかしい。完璧なタイミングで押してたはずなんだけどな。前2つがね、クソ速いです。やばいよ、レジェンド級の速さ。待って、やめて。あ、絶対当たる、これ絶対当たる。投げられそう。いっちゃいましょう。とやー、とりあえずどんどん前行って、防御体勢赤ですね。後ろが赤ですね。投げてきます、あれ。しょうがない。前が異様に速いんだよね。なんなんすかね。本当に人かな、タスさんがやってるんじゃないかってくらい速いんですよ。いやー、これ当たりそうだな。できればピョンピョンで使いたいんで、投げないでお願い。ありがとう。あ、バナナ当たってた、マジで。ちょっとこれは想定外。バナナ当たってるつもりは全然なかったんだけどな。おっと、ナイスブーメラン。うわっ、ああ、もう発狂したくなるな、ほんとこのゲーム。一番イントレスト、オッケー。前が速すぎてさ、いや、真ん中で潰しちゃうから絶対前に行けないから。やべ、特産赤だ。ああ、やめて。やめて、お願いだから。死ぬ。やめて。あぶねえ、なんかあっち行ったぞ。この人は多分ショートカット行くと思うんですよ。だからこっち行けば大丈夫かなと。うん。うわうわ。バナナ、バナナ、バナナめっちゃ当たるんだけど。前はえー、キラー引いちゃったか。いや、そこでキラー使うと積むから、もうちょっと伸ばして、ここ、これでゴールまで多分突っ込むんで順位は上がると思うんですよ。これが限界かな。5位か。やっぱあれだね、最初抜け出さないと、ついていかないとダメですね。厳しい部屋だな。一個前のレースはちょっと被弾が多すぎたんで、そこ修正していきたいっすね。走るとこに置いたんだよな、でも。あと演奏ね。これをまずなんとかしないとな。タイミングバッチリなはずなんだけどなぁ。あー、のどかだなぁ。本当にレースゲームかなって思うくらい、のどかだなぁ。走るとこにバナナが置いてあんだよなぁ。これ取れそうですね。OK。投げてみた。赤か。あ、やっぱ当たったんだ。バカ。なると思ったわ。前行く機会を自分で潰してんだよな。ほい。ほい。うまい。うまい。コイン欲しいっすよね。ここはコインでしょう。1早いなぁ。ちょ、尋常じゃないっすね、1。完全に変態だわ。1位多分変態だと思う。ひでえ言われよ。もうこれで後ろ赤引いちゃったらどんまい。トゲか。お、当たらずに済んだの助かるな。1早すぎだな、あれ。あれは変態だろ、完全に。秋だから、走りやすいですね。この距離感だと多分ね、あれは防御体勢もっといった方が良かったのかなーって気もする。置かれたら罪だな。あれ1位で赤さん回してる感じ？あ、そういう感じか。こればっかりはどうしようもないっすね。あ、加速させてくれた。ありがたい。あ、溜まってにか。しまった。もう後ろが赤引いたらしょうがないって気持ちで走ってる。これ多分ね、抜いても赤当てられるんだよね。この距離感だと。うお、やめて。2位でいい、2位でいい、3位でいい、3位でいい、3位でいい。あ、2位になった。あぶねえ、後ろから吹っ飛ばされるから積んだと思ったら。多分ラグで俺も吹っ飛ばしてたんでしょうね。いいんじゃないですか、2位。上出来、上出来。ここはね、実力がないと勝てないコースなんで、正確には TA ちゃんとやってないと勝てないコース。
なんで目標は真ん中。あーやばい、危ねえ、ダー取りそうだった。食えそう、一人食えた。うわ、そんなに吹っ飛ばされる。やっぱキノコタックルって強いんだな。 Wii の時でもだいぶ苦戦したけど、キノコタックルに。やっぱキノコタックルって強いんだな。あのこうやって普通に飛んじゃダメなんですよ。普通に飛ぶと遅くなっちゃうんで、こうやって曲がりながらやるんだけど、俺はそれができないから。うわ怖えー、こんなやつ、こんなやつ俺はできないから。とりあえずコイン集めないとね。コインがありま、あ、取れなかった。スターか、スター出ちゃうか。そんだけ距離が空いてるってことですよね。いや、ここであのショートカットする意味があんまりないんで使いません。怖っ、怖っ、やめてそうよな、ほんとに。ここは使おう、うん、当たると思った。今当たってますね。あー、これまずいな。あー、入ってもといた。ふぅ、やめて、あー、やめて。あ、危ねえ、キラちゃん、うお、ぶねえ、今その緑コーラ、マジマジマジ危ねえ。下ネタ普通に言いそうになるから。木の位置か、でもこれは助かるかもしれないですね。この距離感だったら。トゲったね。展開としては悪くない展開ですね。ここで一気にちぎったね。1位出れましたね。これ大きいんじゃない。防御耐性黄色。あ、できたのよ普通にミスった。かなり害悪な行為をしてしまいましたが、いいよ、2位でいい、全然。バナナですね。じゃあ防御耐性で。オッケー。うーん。いや、ちょっと3位走ってた人には申し訳ないことしたけど、いいんじゃないですか？連続に。悪くないと思います。ほんと綺麗だよね、このコース。すごい綺麗。けど、いやー、ここはね、演奏したらダメだって言おうとした瞬間、これよ。マジか。だいぶ差が開くぞ、これね。あぶねえ、アイテム取れた。これ乗りたい、入りたい。加速できるんですよね。あー、そうだ。先頭の方行かないとコインないんだ。降らしてくれるやつなんで、これ。その場に置いてあるコインっていうのはほとんど確かないはずなんですよ。後ろの後ろに赤コーラがいるんだよ。俺に来た？来てない。うわー、緑怖。6位か。あー、コインいっぱい落ちてますね。この人が赤さん引いたんだね。あー、交換できたか。緑コーラ。おぶねー、ナイス。え？嘘、ここまで順位上がってた。ちょっと意外。なんとか SS 取れる距離感まで。ダメだ、ダメだ、ダメだ。ミスターバナナ。緑コーラなんすよ。あー、ふっ、2人には抜かれそうだな。危ね、引かれないこと、引かれないこと。ちょっと待てなかったですね。まあ赤コーラだったからどっちにしても罪だったけど、できれば俺抜いてもらって前に赤を投げてもらいたかったかな。与えたくなかったですね、つまり自分が赤に。惜しい。終わった七でできない俺にもう資格しかない。このコースは終わったわ。目標注意ですね。あと演奏しないこと。嘘だろ、マジか。おかしい、完全にスタートダッシュ完璧のタイミングで押してるんだけどな。呪いかなこれは。いや、無理無理無理やめとこうやめとこう、できないことはしない方がいい。キラーとか持ってるんだったらね、いいんですけどね。事後処理できるから。メガホンか、抜きてー。抜けてる。あっ、あっぶねー、落ちたと思った。そんなバナナ。コイン取れた。
どうなってる？わけわかんない。わけがわかりませんけど。オッケー、大丈夫そう。あ、この人さっき別の部屋で会ったんだけどな。あ、当たっちゃったね。曲がりきれると思う。あぶねえ。あー、アイテム取れないか。何その赤コーラさん。え、マジ？え、落ちてただけ？1個は来ちゃったね。さっきの赤コーラ俺2個に来たね。マジ萎えるわこういうの。あの赤コーラはマジ鬼だわ。しかも何人かいたはずなのにさ。あ、そっか、みんな譲ったのか。そういうことね。もうこればっかりしょうがないっすね。投げないでとは言えないんでね、ゲームの出場ね。言いたいけどね、俺は。そんなに甘い世界じゃないからな。真ん中でいい、真ん中で。つまりこのアイテムをしっかり取り、マジでこっちもキノコ使ってたぜ。そんなに吹っ飛ばされるか。これ控えたくない。嘘。終わったかな。ほいね。キノコ類が出るから曲がりの。スターか。いいな、キラスターだと意味ねえっすな。キノコの方が良かったってことですね。これダメかな。うわ、ダメだ。クソみたいなアイテム。みんな前キンキノ使ってて俺だけキノイチ。これは辛い。かぁ。あー、アイテム取れなかったのが痛いですね。2の頭と3の頭。これはちょっとやばい。マジかー。